皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は番外編ということで、ずっと行ってみたかった IF という車椅子の販売店さんに行ってきました。その映像をお送りしようと思います。いや、 IF さんは本当においが車椅子になった時から注目してた販売店さんというか、車椅子に詳しかったり、車椅子のこの改造もすごくお上手であったり、あとは F さんしか今扱ってないなんかイタリアのメーカーの車椅子があったりもするんだけど、なんかそういったところで本当にずっと行ってみたかったし、ずっと会ってみたかったところだ、会ってみたかった人だったんです。普通の重さなんで。よし。あ、これ。あ、ちょっとカメラ構えてる。はい。チルモード。チルモードプログラム1の良さ、電気ついてます。結構明るい。なんか電気。賑やかにいきますか。うさぎさん、カメさん。なんか海外の有名な YouTuber さんの車椅子作ったの知らない子供のために、電動の車椅子でさ、ロケットランチャーとかついてたりさ、ミラーボールとかついてるやつなんですごい YouTuber の人も子供に強いんですよ。それが、イエーイ、全然うまい、うまい、ぶつかるほど難しくないと思うんだよね。楽しい。うまい。うまい。うん。いいね。下手くそ。下手くそ。スティック倒すだけだよ。これ砂利はいける。全然いける。すごいですよね。お腹ベルト、その骨盤ベルト、そんな緩くて大丈夫。大丈夫です。これで走れ。おお、目線が揃った。これで走れます。走れると思います。これ前スルから砂利のとこはやめた方がいいかも。うん、そうですね。
ここだけ一旦耐える、うん、塗装は大丈夫、ちょっとだけ。フェルモビールの限界。ダメか。いやこれも設定なんですよね。この状態で走らせてあげるっていう風にプログラムし直せば。海外製品ならいいってしてくれそうですよね。だって人に合わせてできちゃうので。ね、結構上がるですね。結構上がるですよ。すごい。めっちゃ上がる。まだこういう。え、そう、こんなに。え、まだ上がってます？まだ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 。これで走れるか。39まで走れるんだ。いけたいけたいけた。すごい高みの見物レベルで。これから君たちみたいな感じで来てもらえば。でかい。女王様。でかい。これで何センチ上がるんですか。30とかじゃない。インバケアと一緒。同じぐらい。こんなでかくなってんだ俺。うん、すごい、だってこれなら車の洗浄、不軽装大学的に使えたらしい。あ、2番だし洗車ちょっとギリ大変なの。でも身長173なんですけど、ここ173センチの世界ってこんなに高いんですね、うん、そうですね。拳銃の時もその目線はないから、うん、すごい。おお、これも同じやつ。ほらあ、これフルフラットじゃないやつ。これフルフラットじゃなくて、そのまま座った座位を保ったまま、あ、映画館仕様で。そうです、そうです、そうです。今でこれで30度ぐらいで、50度まで行くんで、限界チャレンジお願いします。結構来る。怖っ。これって自分はフラットな感じ？フラット？ゼリー持っていってる？ここからさらにビッグダイニングを倒していくとフラットになるんですね。なんか全然もう 寝てる。ですよね。より寝てる感じがする。寝る。いい。最高。なんかもうどこでも生きていける、これあったら。なんかホテル取らなくても公園で野宿できるんだけど普通になんかどこでも生きてくる。めっちゃ面白い。なんでこれもうテント張ったらもうここでキャンプ野宿できますよ普通に。めっちゃいい。え、それフラットになってますね。なってます。もう完全に寝てます。いや、いいな。これで1台おいくらなんですか。使用次第で400万。もう高級車ですね、ほんと。だってそりゃホテル代節約できるもん、これあったら。ほんとに。マジなんかキャンプ場に1台置いといてほしいな。そしたら普通にキャンプ場も土のところを進めるし、お空見るときもいいし、夜空とかすごい良さそう。そう、アクロも行けるから、うん、いいよね。普通になんかこういうモビリティとしていいよね。だってさ、あの木のこう寝れるようなベンチとか痛いじゃん、うん、それやったらこのあれで星空みたいよね。いいんだけど、これでさすがに進めないですよね。動くかな。これ進めたらちょっと奇妙だけど。上がってる、うん、すごい。これで
星空が優雅に見られる。見える。キャンプ場に1台。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、イフさんの良さが、あの動画で伝わるかわからないけど、本当にイフさんのホームページ見てみてください。とっても面白いと思います。北海道って言ったら難しいけど、でも全然北海道の人じゃなくても、そういった車椅子の依頼とかっていうのも来るみたいだから、困ったことがあったら相談してみてください。はい、ということで、この動画がためになったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。